はい、おはようございます、こんにちは。今日は、ランクルの、6-1 の、アクセルシールとアクスルシールと、ベアリングを交換していきたいと思います。前に多分言ってると思うんですけど、ちょっと漏れがあって、それを直します。今からちょっとコーヒー作って、外に来たと思います。でね、今最近こういうのハマってます。これ何スムージー、こういうの飲んで、老体にムチ打ってます。これね、入ってるのはリンゴ、ニンジン、ケール、ケフィア、水だけです。これね、アーモンドも入ってます。あんまりうまいっていうもんじゃないです。まあ、体のためにということで、最近はね、実はね、オイル漏れみたいになくなったんですよね。でも、まあ、変えておきます。初めてやるんでちょっと自信がないんですけど、ちょっと漏れてるな。やってみます。で、多分長い棒が出るんで、ちょっと向こう側に寄せて、今ここを外し、タイヤ外して、ここ外して、このネジね、これで多分、アクセルが取れると思います。そんな反対に取れるのかな、これ。やってみます。これが、アクセル、車軸ってやつですね。これ掃除して、で持って、あれ、すっげえ舐めてんだこれ。うわ、ひどい。これネジ山が舐めてます。いや、まずいねこれ。なんとか外さないと。さあ、どう外す？買ってきました。これレジでね、金額見てびっくりしました。これは高かったです。こんなのがね、100ドルぐらいしちゃいました。なんかね、安いのは売ってるんで、安いのも売ってるんですけど、なんか経験上やっぱり10ドルとか20ドルとかの
品はダメかなと。ちょっと今回はちょっとすごく肝心なところなんで、これで失敗したらだって今度は多分自分の手に負えないと思うんで、ちょっと頑張ってみます。はい、穴開けて一応このなんつったらいいんだ、スクリューエクストラクターっていうやつを入れました。これで開けばラッキー。開いた、取れた、すっげー取れた。なんだよ、ありがとう神様。やっぱいいやつは違うな。多分。はい。取れた。でもう一個の方もちょっとやってみます。で、どうした？やっぱり高いやつは違う。回りました。で、なんだあのツールいらなかったんだ。手で回っちゃう。どういうこと？痛い痛い痛い。あ、入ってた。これね、買ったのになんかあんまり意味なかったみたいな。せっかくだから使います。で、取れました。で、あとで掃除します。で、なるほどね、ダダ漏れかもしれない。取れました、やっと取れた。まあ、こんな感じで取れました。お、こういうことね。OK。うわ、すげえな。相当漏れてるね。これもやっぱ取り替えたいですね。ということで、了解。このブレーキシューはまだ変えたばっかりなんで、取り替えないんですけど、ちょっと錆びてるんで掃除して、錆止め塗って、でここのシールも取り替えて終わりですね。これね、多分経験してれば早いんだろうな。自分は経験がなかったんでちょっと時間かかりましたけど、あとネジ山、あれが潰れてなかったら多分早かったです。はい、ということでちょっと休憩してちょっと海行ってきます。はい、でね、今海から帰ってきました。でね、これ余談なんですけど、これね、コストコで買ったこういうグローブですね。これめちゃくちゃ便利です。安いし、ぜひ買ってみてください。12ペア入って値段は忘れましたけど、結構安い値段でした。はい、余談でした。なんで引き続きこの作業、嫌な網、よかった。
ちゃん見た、ブーブーこんななっちゃった、ほら見た、ブーブー食べなくなっちゃった、大変だね、本当すげえ漏れてた、漏れた、漏れて、よかったね、見たい、見たい、すげえ綺麗になる、まあまあこれを外します、まさに前こっちを綺麗にしちゃいます、この中もね、ね綺麗にしてっちゃいます、この中にも油が結構入ってたんでベトベトでした、はい、綺麗になったね、で乾いたら、錆止め、ラストコンバーター、うん、これでしょ、であとはこれ外していきます、はい、これつきました、このシールね、ここがこんな感じでもう割れてました、まあでもこれが原因なのかな、多分違う気がするんだけど、この漏れはね多分こっちの方とベアリングの方だと思います、これはあとは組み立てて、いきたいと思います、でこの辺ね錆止めの、ラストコンバーター塗って綺麗になってます、で掃除もして、これも取ります。これはダメになってるかどうかよくわかんないですけど、でまあなんか鉄が見えてる、まあいい。で持ってブレーキをつけていきたいと思います。ね、こっち完成です。ドラムブレーキの中の、掃除とここのシール、名前わかんないですけど、の交換が終了。うん、綺麗。で今度、ベアリングこれこれをやっていきます。まあ、これが一番肝心なのかな。はい。まず掃除してから。掃除はまあ省きます。掃除は掃除なんです。